フェルディナンド4世は、トスカーナ大公国最後の大公。ロレーナ家の大公レオポルド2世の長男。母は両シチリア王フランチェスコ1世の、娘マリアアントニア。イタリア統一運動の家中にあって、父の単位により1859年に、トスカーナ大公位を継承した。しかし大公国の、これ以上の存続を望まない、トスカーナ臨時政府はフェルディナンド4世と対立。 翌1860年に大公国の存続の是非を問う国民投票が施行された結果、存続は否決された。フェルディナンド4世は同年3月にやむなく退位、ハプスブルクロートリンゲン家本家を頼ってオーストリアへ亡命した。トスカーナはサルデーニャ王国へと並行され、トスカーナ大公国は明日ともにその歴史に幕を下ろした。 サルゲーニャ王国のイタリア統一によって、イタリア王国が成立するのはさらにその翌1861年で、ある。大公位継承以前の1856年に、ザクセン王ヨハンの娘、アンナマリアと結婚した。アンナマリアは一条を産んだ後、1859年に一条を死産し、フェルディナンドが大公位につく以前に死去した。退位後の年に、 パルマコ・カルロ3世の娘アリーチェと結婚し、5難五情を設けた。ありがとうございます。